今日4月26日月曜日の朝、和歌山県新宮市では海から昇る太陽が海面付近でくびれたような姿になりました。ダルマ朝日と呼ばれていて蜃気楼の一種なんです。早速リポートで見ていきましょう。こちら5時19分にいただいたリポートです。お日様の登場ですとのコメントです。ちょうど海面付近くびれていますよね。今朝の気温を振り返っていきましょう。風も弱く晴れていたため地上付近の熱が上空に逃げる放射冷却が効いて、今朝の和歌山県新宮市の最低気温は 10.8 度まで下がりました。周辺もですね、10度を下回っているところが多くなっています。ダルマ朝日について見ていきましょう。比較的暖かい海面との温度差が大きくなったために海面付近で蜃気楼が発生し、太陽がくびれたように見えたと考えられます。この後も広く晴れて気温はぐんぐん上がっていきそうです。気温について見ていきましょう。関東から九州にかけては20度前後まで気温が上がる見込みです。朝と日中の気温差が大きくなりますので、脱ぎ着しやすい服装を選ぶのがこの季節のポイントです。私は朝の通勤時はジャケットを羽織ってきました。昼間はブラウスなど春服でちょうどよく過ごすことができそうですね。皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。